アジサイ、八田寺は、奈良県大和郡山市、八田町にある高野山新言宗の寺院。正式名称を、金剛山寺という。別名、アジサイ寺とも呼ばれ、境内には、約1万株、約60種のアジサイが植えられている。なお、京都市中京区寺町通り3条にある金剛山、八田寺は、現在は、宗派が異なるが、京都八タ寺の時点によると、 奈良時代初期に当時の別院として開かれたとされている。自伝によれば、大甘王子が人身の乱の戦勝祈願のために、八田山に登り、即位後の天武天皇5年に、天皇の直願によって里市通りが開き、七堂佳乱四十八坊を造営して十一面観音菩薩と、吉祥天を安置したという。公認年間に、万枚承認により、 地蔵菩薩が安置されると、以降は地蔵信仰が中心となっていった。その後、戦乱などにより多くの僧帽が消失している。現在は、八田寺北僧帽、八田寺大門帽、八田寺念仏院、八田寺南僧帽の四つの僧帽を総称して、八田寺と呼んでいる。中でもに、八田寺大門帽では、古くより姿孫流稼働の家元として、稼働研究も盛んに行われている。 八田寺の名は、万葉の昔からこの地の名が、八田の里であったことに由来する。八田寺の地蔵菩札は、八田型地蔵と呼ばれ、右手が阿弥陀如来の来合院のようになっているのが特徴である。本説の出展、史跡、文化財、大和郡山市。2020年5月14日閲覧。ありがとうございます。